こんにちは、ナールスの富本です。今回のテーマは秋の紫外線も肌にやばい、斜め横からのダメージは大きいというテーマでお話を進めたいと思います。もし今日のお話を聞いていただいて内容がためになると思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今回のお話の内容ですが、まず紫外線のおさらいと秋の紫外線量について触れます。そして紫外線ダメージの方程式、秋の紫外線がなぜ怖いのか、それからどんな日焼け止めを選べばよいのかと、おすすめの秋の日焼け止めについてご紹介します。まずおさらいですが、紫外線には3種類あります。 UVA、UVB、UVC の3つです。ただ幸い最もエネルギーの大きな UVC は地上には届かないというふうに言われています。届くのは UVA と UVB で、 UVA は波長が長い紫外線、 UVB は波長が短い紫外線です。紫外線量なんですけども、このグラフで黄色が UVA の量、薄い緑が UVB の量を示しています。 UVA と UVB の量はおおむね9対1ぐらいになってますが、ご覧の通り季節でもそれほど大きく変わらないということがわかるかと思います。特に UVB は季節によって大きな差がありませんし、例えば夏と秋を比べても7月や8月と9月10月を比べても半分にまではなるということはないので、秋も紫外線の対策が必要です。もう一つは、これはよくご存知だと思いますが、紫外線のダメージがどんな風に悪い影響を与えるのかということですけども、まず UVA っていうのは真皮まで届きます。一方 UVB は表皮までしか届きませんが、とても強いエネルギーを持っています。最もわかりやすい紫外線のダメージは日焼けですが、それ以外にも長期的に浴びることで肌が黄色くなったり硬くなったり、キメが荒くなったり、それから皆さんが嫌なシミやシワ、たるみといった肌悩みにもなります。また皮膚の病気である脂漏性角化症といったものや日光角化症といった、これはがんの前の病気ですか、そういったことにもなる。また最悪は皮膚がんになるということも言われています。だからやはり紫外線を防ぐということはお肌にとっても健康にとってもとても大切なことです。さて、紫外線のダメージの方程式ですが、これは紫外線の強さ、先ほど量を見ましたが強さイコール量と考えてください。それから紫外線を浴びている時間、その2つの掛け算で決まります。ですから例えば秋に2時間紫外線を浴びると、夏の1時間の紫外線よりもダメージが強いということになりますので、この点はとても大切なことなので、ぜひ覚えておいてください。それから秋の紫外線の特徴ですが、秋は太陽の角度が夏に比べると斜めになります。そうすると光も斜めに入ってくるので、この絵のように例えば顔に当たる可能性というのは大きくなるので、仮に防御しないとなると、より紫外線のダメージが大きくなるということが挙げられます。ですから秋の方が場合によっては夏よりもダメージが大きいといったこともあるので、この点もぜひ覚えておいてください。それから最近紫外線以外にも話題になっている有害光線があります。それはブルーライトと近赤外線という光線です。これは最初に見ていただいた図ですが、ブルーライトや赤外線も太陽光線の一部で、最近研究が進んでこれらも肌や体に悪い影響を与えるというふうに言われています。まずブルーライトですが、これは太陽光線以外にもパソコンやスマホの LED ディスプレイからも出るというふうに言われています。ブルーライトは悪いことばかりではなくて、朝浴びると体内時計とサーカディアンリズムのズレをなくして体内リズムを整えるというメリットもあります。一方、目に関して言えば網膜に直接届いて目の疲れや痛み、場合によっては加齢黄斑変性症という目の病気の原因にもなります。また睡眠障害、不安、イライラ、生活習慣病やがんなどのリスクになるといった研究も出ています。お肌に関しては紫外線と同じように光老化でシワやたるみ、あるいは色素沈着によるシミの原因にもなるというふうに言われています。一方近赤外線ですが、こちらもよく似た作用があります。こちらは真皮や皮下組織にまで浸透して炎症を促す物質を増やすことで、目では角膜炎や白内障のリスクになりますし、顔ではたるみやシワ、ほうれい線といったものの原因になるということです。したがって紫外線だけではなくて、ブルーライトや近赤外線をブロックするといったことも大切になります。これは日焼け止めでなくても衣類や
帽子、そういったことをかぶることで紫外線と合わせて防ぐことができるので、紫外線対策がそのままブルーライトや近赤外線の対策にもなるということになります。続いて日焼け止めの選び方です。皆さんは日焼け止めの紫外線ブロック力といえば PA や SPF ということを聞いたことがあるかと思います。これが強ければ強いほどいいというわけではありません。なぜならば PA や SPF が高い日焼け止めは刺激にもなるのでデメリットもあるのです。この図をご覧いただくとお分かりいただけると思いますが、日常生活では PA2 プラス SPF は20から30くらいで十分です。日焼け止めは必ずしも PA や SPF が高いものが必要ということではなくて、正しい塗り方、適切な量を塗るということが大切になるので、その点もぜひ覚えておいてください。秋も正しく日焼け止めを選んで使うということが大切です。からじゃあどんな日焼け止めを選べばよいかっていうところのポイントです。もちろん UVA や UVB もカットができるっていうことが大切です。そしてもしできればブルーライトや近赤外線などもカットできるものというのがおすすめですが、こちらはそれほど数があるわけではありませんので、基本的には UVA と UVB がカットできるものを選ぶということが基本です。もう一つは時間が経っても紫外線ブロック力が落ちない、これは光劣化といいますが、それがない日焼け止めがおすすめです。こちらは紫外線散乱剤のみの日焼け止め、つまりノンケミカルの日焼け止めがおすすめです。なぜならば紫外線吸収剤の日焼け止めは光劣化をしてしまうということが研究で分かっているからです。さらに刺激が少ない、あるいは塗り心地が良くて白浮きしないといったことを条件として選べばよろしいんじゃないかというふうに思います。それから最後に少し宣伝になってしまいますが、当社が出しているノンケミカルの日焼け止めナールスベールについて少し紹介させていただきます。ナールスベールは SPF40 PA3+ でかつブルーライトを 85% もカットしてくれます。これは酸化鉄が入っているからです。それほど高価な日焼け止めではありませんけども、ブルーライトをカットできるということが大きなメリットです。ノンケミカルなんですけども、お肌に馴染みやすく白浮きしない、またノンオイリー処方でとても軽いつけ心地、秋でもウォータープルーフで使える、それからナールス源や油溶性ビタミン C の VCIP を配合しているのでエイジングケアもできる、さらにスクワランやグリセリンといった保湿成分を配合してますので保湿力、保湿効果も感じることができます、といった、まあ、手前味噌なんですけども、とてもおすすめの日焼け止めになります。ぜひ秋の紫外線対策の一つにお使いいただければ幸いです。今回のテーマは以上になります。本日はありがとうございました。今回のお話がお役に立ったと思えば、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。